吉さんお疲れ様です、まあ、私もねラジオじゃないんですけども新しい取り組みとしてたまに積み重ねてるのが朗読なんですよねその著作権の、うん、切れたものとか著作権の元々ないものとかの朗読をしてるんですよ、まあ、例えば特攻隊の遺書とかっていうのはあのー、朗読されてる方もね結構いらっしゃるんですけどもそれを私なりの感情を込めてしっかりと時間をかけてね画像とともに朗読するみたいなことをやってるんですよ、まあ、あとは昔 放棄されたた廃墟の後、まあ、そういったコラムとかですよね場合によってはある特定のブログの,その運営者の方に問い合わせて音声にさして下さいってお願いをしながらねそれを音声にまとめていくとそれで一番当たるやつを専門チャンネル作って走らせていこうかなと思うんですよ、うん、だから遺言シリーズとかもいいと思いますしねそれから昔の伝説シリーズもいいと思いますし今音声読み上げソフトってあるじゃないですかだからそんなことやっても意味がないじゃんっていうのは確かにあるんですよいやでもね 私のこの声と私のこのテンポとかそれから感情を込めた読み方こういったものがもしかしたらある一定のねマニアックな人に刺さるかなと思ってそれこそ自分にしかできない発信の形だと思うんですよ書いてある文章は様々だけども読み方とか伝え方が私オリジナル独特で他の人用の読むよりも久保さんの方がしっかり来るんだよねみたいなのをね探していきたいなと思うんですよまさにこれもずっとゼルでもね、あのー、やれるんじゃないかな 読み上げってのね、そのアフれこじゃないんですけども、私も興味がないでもなかったんでね、ちょっとこれからやってみようかなと思うんですよ。で、しばらく前からちょっとやってるんですけども、まあまあ、いい感じであのアクセスが取れてます。まあ、その中の一つにあの、当時ってのがあるんですよね、安倍総理がお亡くなりになった時の当時とかね、うん、ああいったものを、もう割となんか再生してくださって、で私もなんか、読みながらね、感情がこう入れていくときに感極まってね、何回も取り直ししたんですよ。 だから、なんか20秒ぐらい録音して切る。20秒ぐらいして録音して切る。最後に編集してつなげるみたいな。そんなね、ちょっと手間のかかることをやってるんですけどもね。聞いてみたら結構いいんですよね。私もね、自分の音声聞いてね、結構いけるじゃんと思ってるんですけどね。新しい趣味になりそうです。じゃあ、いってらっしゃい。